神山さん。どうしたんだいクラリス、そんな真剣な顔で。私、マルガレーテさんを驚かせるような脚本を書いてみたいです。でもそのためには今の私の力だけでは足りなくて。神山さん、お願いです。私に協力してもらえませんか？なるほど、わかったよ。何からやろうか？ありがとうございます。じゃあまずは脚本のジャンルを決めましょう。こんな感じの話はどうだろうか？恋愛ですか？いいですね。私も書いてみたいです。こんな感じの話はどうだろうか？研究ですか？発明にかける情熱、面白そうではありますね。こんな感じの話はどうだろうか？スポーツですか？熱い友情の物語、うん、楽しそうです。いろいろ提案はしてみたけど、どうかな。クラリスが書きたいものが一番いいと思うけど。じゃあ恋愛ものにしてみます。この前のデートのことも参考にできますし。確かに、デートしてくださいって始まりはあまりなくて面白いかもしれないな。ああ、忘れてください、忘れてください。あの時は夢中だったから。素敵な思い出だからね、俺は忘れないよ。じゃあ次はヒロインを決めましょうか。神山さんはどんな女性が好みですか？緑色の瞳が俺は大好きなんだ。なるほど。黒髪が最高だな。正直他は考えられない。ふむふむ。ということは神山さんの好みのヒロインは。これならいいヒロインになりそうですね。それは良かったよ。それじゃあ
恋愛ものの重要シーン、告白シーンを考えましょう。それについては少し案があるんだ。手紙で思いを伝えるというのはどうかな。手紙の内容によっては奥ゆかしくていいシーンになると思うんだけど。手紙ですか。なるほど。ちょっと待ってください。おいクラリス。おーい。相変わらず集中すると周りが見えなくなるんだな。少しは力になれたみたいだね。告白の後はデートでしょうか。デートでどんなことをするのか難しいですね。何かプレゼントをするとかどうだろう。自分が送った髪飾りとかつけてくれると嬉しいかな。この前のデートではそれはなかったですね。神山さんがくれた髪飾りなら喜んでつけますけど。喜んでつけてくれるの？プレゼントですから誰にもらっても嬉しいだけです。どこか好きな場所に行けば話も弾むんじゃないかな。確かに本屋ではいろいろ話しましたね。そっか、私が本を好きなのを知ってるからちゃんと場所を選んでくれてたんですね。いや偶然だよ。でも相手のことを知るのは大事なんじゃないかな。ありがとうございます、神山さん。新竜軒に行ったように二人で食事に行くなんてどうかな。そうですね。もう少し雰囲気がいい場所を選んだ方がいいかもしれませんけど。新竜軒でのデートはちょっと失敗だったかな。いえ、そんなことはないです。そうなんだろう。そうか、場所は関係ないんだ。誰と一緒にいるか、それが大事なんだ。私、恋愛というものが少しだけ分かったような気がします。いろいろな場所を回っていよいよクライマックスですね。みんなを驚かせるようなシーン、強い愛情を表現するにはどんなシーンが。そうだな、押し倒すとか。それはやりすぎか。こうですか。クラリス。
この後はどんな言葉をささやけばいいんですか？今は私だけを見て。こうですか？恥ずかしいです。こういう時は髪を見つめるものなんでしょうか？あまり見つめないで。恥ずかしいです。次はどんな言葉を？お願い、キスして。あなたを愛しています。もうダメ。押し倒すってこんなに恥ずかしいんですね。まあ普通は男が押し倒すんだけどね。でも今の流れ、いい脚本になるんじゃないかな。ドキドキして何も覚えてません。もう早く出て行ってください。うわ、分かったよ。それじゃあ。